平成29年10月19日、平成29年度阿蘇市戦没者追悼式が行われ、英霊の冥福と恒久平和を誓いました。阿蘇市戦没者追悼式は、阿蘇市体育館で戦没者の遺族らおよそ200人が参列して開かれ、まず戦没者の御霊に対して黙祷し、冥福を祈りました。そして、阿蘇市英霊顕彰会会長の佐藤義興阿蘇市長が、戦後72年が過ぎ、戦没者諸英霊のご遺徳を偲び、悲しみの歴史を繰り返さないよう決意し、平和とともにさらなる阿蘇市の発展をここに誓いますと式辞を述べました。続いて、阿蘇市遺族会連合会の山部育三会長が、平和と自由を守り、孫子の代まで末永くご遺志にお応えすることを誓いますと追悼の言葉を述べました。また、幸運堂銀英会による献銀があり、参列者たちが白い菊の花や遺族が持ってきた花を戦没者英霊が祀られた祭壇に手向けて、英霊御霊の冥福を祈りました。阿蘇市によりますと、阿蘇市では、先の大戦で1162人の方が戦場で亡くなっており、戦後72年が経過し、遺族の高齢化に伴い、年々戦没者追悼式に参列される方が少なくなっているということです。最後に、内巻小学校6年生の尾形小由美さんが、平和への願いと題して作文を朗読しました。